たまには頭ん中で手合わせでもしねえとなまっちゃうかな。今のオラがどんだけやれるか相手してもらうぜピッコロ。この星もあと少しで攻め落とせそうだな。ラディッツ、貴様がしくじらなければもっと早く終わったはずだ。すまんだから貴様は弱虫ラディッツと言われるんだ。次の星ではもっとうまくやる。またしくじった時は覚悟しておくんだな。そうだ思い出した。確か俺の弟カカロットが別の星に送られていたはずだ。貴様の弟だと？まだ俺たち以外にサイヤ人がいたのか。なあ、そいつを仲間に加えればもっとうまくやれる。貴様の弟ならそれほど期待できそうにないが、どこの星だ？そう、確か地球って星だ。しかしその地球を制圧したという報告もない。何をしているカカロット。嵐の予感、強襲サイヤ人。家帰らないとお母さんに怒られちゃうよ。悪いなゴア、ちょっと頭ん中で強いやつと戦っててよ。強いやつ？あ、ピッコロっちゅう強いやつさ。ピッコロさん、ずっと目はピッコロ大魔王っちゅうむっちゃくちゃ悪いやつだったけんどな。生まれ変わったピッコロはオラの知ってる中でもワクワクするほど一番強いやつだった。もっと強くなってあいつとまた戦えてってな。
僕、戦うなんて怖いよ。おめえも修行すりゃすぐに強くなれっつわ。でも、お母さんに怒られちゃうよ。あー、いっけねえ。そういや、食い物の材料集めてこいって父に頼まれてんだった。何がいるんだっけな。確かお魚とリンゴだよ、父さん。ああ、そうだったな。じゃ、この辺にありそうなリンゴから探すとすっか。うん、僕探してくる。張り切ってんな、ご飯のやつ。好，他好像不支援逻辑的标杆，有点麻烦。他支援可以 buff， 哇哩嘞！哦，他可以自动存档，是不是？哦，可以，哦，可以随时存。是。我们先玩玩一下。哦，可以看来就是金丹号那里。我们先跑，先搜查一下，这什么东西？竹笋。高速冲刺。怎么高速冲刺？高速冲刺。看一下高速冲刺怎么样？B 或 H？ 哎，我 B 或 H？B A？ 哦，好帅哦！不行啊，感应器。现在不能用，是不是？我先调查一下其他地方。父に怒られちまうから、寄り道しねえで早く切らねえとな。こっちじゃねえな。どこまで探しに行ったかな。そんなに遠くまで行ってねえはずだが。要边走边按 B 哦。我看这键盘根本不能玩呐。哇塞，复屏啊！我刚不是看到东西吗？哦，这是一开始的点，是不是？どこまで探しに行ったかな。そんなに遠くまで行ってねえはずだが。这里。那是哦 ，OK， 我先去别的地方。收集竹笋，可以飞吗？怎么飞？还不行飞，是不是？不能走太远。跳好高！悟空跳跃啊，悟空！上面有一只鸟。啊，对，现在悟空还不会悟空术啦。差点都忘了。对，现在悟空还不会悟空术。卡住了吗？啊，好吧。父に怒られちまうから、寄り道しねえで早く切らねえとな。
あっちに用事はねえはずだ。よそに行ってる場合じゃねえか。こっちに用はねえな。他有东西我要捡。父に怒られちまうから。新車。寄り道しねえで早く切らねえとな。あっちに用事はねえはずだ。OK。跳很高很爽。もう一つくれ。僕に任せて。楽しそうだな、ご飯。おいおい、あんまり遠くに行くなよ。午飯、我来了午飯。啊、好可爱啊、小午飯。くれでいいだろ。よく見つけてくれたな、ご飯。ひん、うん、でも僕ちょっと疲れちゃった。そうか、疲れちまったか。あとは魚捕まえたら蹴るから、もう少しの辛抱だぞ。うん。まずは釣り場に行かねえとな。うん、でもあまり早く歩かないでね。わかった、ちゃんとついてくんだぞ、ご飯。我不会跟丢。那就要等他了哟，那个红色点吧。置いてかないでよ、父さん。ご飯と一緒に行かないとな。不要哭哭。もうちょっとで釣り場だからな。午饭哭哭。嗯，どうした午飯？僕疲れちゃった。もう歩けないよ。なんだ、しょうがねえな。じゃ、父ちゃんが抱っこしてやっか。わーい、高い高い。もう元気になったんか。さては父ちゃんを騙したな。甘えやがってしょうがねえな。おめえは大きくなったら何になりてんだ。ね、僕偉い学者さんになりたい。おめえ変わってんな。勉強教えんのは無理だけんど、修行がしたくなったら父ちゃんがバッチリ着ててやっかな。うん、僕戦うのやっぱり怖いよ。そうよ。そうだよ。じゃあオラがガキンチョの頃やってたやり方教えてやっかな。この辺に釣れそうな場所があったはずだぞ。よし、ここなら釣れそうだな。じゃ、早速始めっか。でも、どうやって釣りするの？釣り竿ないでしょ？へへ、普通は釣り竿を使うけどな。オラがガキンチョの頃は、尻尾で釣りしてたんだ。尻尾で釣り？そんなことできるの？うん。尻尾で水の中で泳ぐ魚の動きや気配を感じ取れるし、慣れたらなかなか簡単だぞ。ま、オラも尻尾がなくなっちまったけんどな。
フルマっちゅうやつにそのこと言ったら、面白がって釣り用の尻尾なんか作ってくれてよ。そうなんだ。じゃ、早速釣りやってみっか。お魚釣れるかな。哦，这怎么钓？嘿嘿嘿，刚回。嘿嘿，どんなもんで？它是 WASD 的。やったね、お父さん。ああ、これならきっと父も喜ぶぞ。食い物の材料集めたら、なんか腹減っちまったな。うん、僕もちょっとお腹すいてた。あそこの焚き火で魚焼くか。いや、魚焼いて食べようよ。さて、魚焼くかな。新鮮な魚はうめえや。はあ、僕食べ過ぎちゃったかも。たくさん食わねえと父ちゃんみてに大きくなれねえぞ。今日は楽しかったね、お父さん。はあ、ご飯も手伝ってくれたしな。今度は釣りも教えてやっから、一緒にやろうな。うん、楽しみにしてるね。社群配置版，好，完全不想看，反正就是得到这个越多越好啦。按 B。试着设置村屋饭，那把它村屋旁边吧。OK。おめえも来てたら強くな。最强父子 ，OK。そういえば、お父さんが釣りをしてた時にこんなの拾ったんだ。お、サンキューご飯。ほら、もうちょっとこの辺り探ってみてんだが。じゃん、僕ここで待ってるね。分かった、すぐに戻ってくる。 OK。 所以基本操作这样，我觉得这个实在太难用了。为什么他的剑摇杆只能支援 Xbox 啊？不公平啊。我战斗力是366道具。我们调查一下附近。
父の用事済まさねえとな。こっちに用はねえな。我跳上来了。这有东西吗？嗯，好像没有。卡住。おっと、父の用事済まさねえとな。よそに行ってる場合じゃねえか。有办法把他打下来吗？好了，走吧。父の用事済まさねえとな。そっちに行ってもしょうがねえな。没什么东西可以调查了。走吧。そろそろ。うち帰る？ほら。じゃん。わかった。そろそろ。よし。うん。行くぞ。金丹よーい。よっちゃ、しっかり捕まってんだぞ。うわ、恐竜さんだ。バイバイ。哎呦，丽珠，哦，必杀技要拿丽珠才可以。龙鱼，哎，金刀呢？哎呀哎呀！こいつは俺らがガキの頃。哎，怎么下去？我刚是按哪一个？哦 ，C。哦吼！等一下啊、收集一下，怎么冲刺啊？なんか力が出ねえな。哎，谁？哎，哎，他不理我。因为很多个，有办法冲快一点吗？不行，为什么下面很多东西？什么？苹果吗？嘿嘿。卢克，いい子にしてないと均等には乗れねえんだが、ご飯は大丈夫みたいだな。うん、大丈夫。大丈夫。哦，这键盘玩真的很难玩耶，肚子还蛮多颗的，先大概收集一下。好多颗哦，大家看到吗？哦，蓝色的。你在大地图玩，这很爽哦吼！
那红色的，没办法冲快一点吗？真的不行。什么？水蜜桃？おっと、父の用事済まさねとな。太远了。こっちに用はねえな。这里。我觉得它一直往下掉啊。嗨。收集这些资讯很重要，要不然战斗会不好打。不会飞这么远哦。这什么？没反应。これが修行に使ってそうな滝だな。好高哦！嘿。刚看一个啊，金色的光，那干嘛的？嘿，冲啊！哦，哦，按左键可以，哦，そうですね。啊，这是什么？我怎么觉得它变快了？哦，这刚才悟空出来的地方啊，差不多啦。还有吗？这边还很多。哎，这边还有哦。哎，哇塞！哦，好爽哦！咻！哦，你看青龙鱼尾巴，咻！哦，这哦，感觉不错。嘿，早く飯にしてぞ。悟空饿了。等我收集完了，等一下。啊，就这样了，我好累哦。哦，哦，那个感觉好爽哦。是。好，进祖先啊！帰ったぞ、父。食いもん取ってきたぞ。ただいま、お母さん。遅いぞ、悟空さん。食材集めにどんだけ時間かけてるだ。どんだけって、修行もしてたしな。今日は無天道様のところにご飯ちゃんの顔見せに行く日だぞ。あれ、そうだったんか。そうだっただ。わりわり、今度から気ぃつけっから。もういいだ。ほら、弁当を作る準備しねえといけねえから、うちの中に入るだ。わあ、好日常哦。料理水果或提升素质，这些用餐会有用餐效果。 OK。お母さんのお弁当、楽しみだな。
のお弁当楽しみだな。それじゃあ取ってきてもらった材料で弁当作るだよ。请求制作套餐。没有食谱，很好。蹲鱼，我能有蹲鱼。哦，请琪琪做蹲鱼啊。探索看看家里吧。那啊，我看到。哎，刚琪琪是什么？伝老師様っちゅうオラが世話になったお師匠のとこだ。ひでえ海があって楽しいぞ。そうなんだ。こいつはクリリンと修行した時の石だな。この石をクリリンと探したっけ。あん時は確かクリリンがズルして勝ったから負けたオラ飯が食えなかったんだよな。一刻即第十二已更新。楽しみだねお父さん。よし準備できたぞ。ほれ弁当だ。お腹が空いたら食べるだよ。サンキュー父。父の作ったもん食ったら力がもりもり湧いてくるからな。なあごはん。うん。それじゃ父、じっちゃんのとこ行ってくる。悟空さ、ちょっと待つだ。ごはんちゃんに渡すもんがあるのを忘れちまっただか。ああ、あれだな。うわあ、綺麗な玉。こいつは通信中っていうドラゴンボールでな、死んだオラのじいちゃんの形見だ。ごはんちゅうおめえの名前もそのじいちゃんからもらったもんだぞ。そうなんだ。よく似合ってるだ、ごはんちゃん。それをかぶってりゃじいちゃんもおめえを守ってくれっから大事にすんだぞ、ごはん。うん、ありがとう、お父さん、お母さん。じゃ、今度こそ行ってくっか。悟空さ、ごはんちゃんをよろしく頼むだ。ごはんちゃん、いい子にしてるだぞ。うん、お母さん、行ってきます。晩ご飯までには絶対帰るだぞ。この世には七つ集めればどんな願いも叶うと言われる秘宝があった。ある者は莫大な富を、またある者は王の座を願い、思うがまま手に入れたという。その究極なる秘宝の名はドラゴンボール。これはドラゴンボールとそれをめぐり世代を渡って繰り広げられる孫悟空と仲間たちの摩訶不思議な冒険である。今天这集就到这边结束好了。那喜欢频道的话，频道左下方的图片按下订阅，右下角订阅按钮跟铃铛记得打开，记得追踪我粉丝页以及我的 IG。谢谢大家的收看，拜拜。